楽譜が読めなくても吹ける本格的なサックスレッスンを自宅で再現。憧れのサックスをかっこよく吹いてみたい。もしあなたがそう思ったことがあるなら、ぜひこの続きをご覧ください。音楽経験ゼロでも吹けるサックス上達方法とは。サックスを始めてみたいけれど忙しくてサックス教室に通う時間がない、楽器の選び方がわからない、そもそも楽譜が読めないという方は本当に多いと思います。そんな超初心者でも驚くほど短期間でサザンの愛しのエリアルパン三世のテーマなど名曲をサックスで演奏できるようになる方法があります。今50代以上の男性を中心に熱い支持を得て人気上昇中の上達方法です。全くの初心者でも短期間でただ吹くだけではなくかっこよく吹くことが目的の方法なんですね。簡単な3ステップでサックスが吹ける練習方法をご紹介。あなたのやることはこの3つだけ。見る、吹く、吹く。とってもシンプルです。ではなぜ短期間でサックスを吹けるようになる。一般的に楽器を始めるのは難しそうに感じますが、実はサックスは楽器の中でも比較的簡単なんですね。というのも音を出すのが簡単、指の使い方が小学校のリコーダーと同じ、楽器が使いやすいからなのです。意外と始めやすいんですね。忙しい人にぴったり、教室に通う必要なし、この方法なら短期間でかっこいい音を出せるようになります。楽譜の見方も解説してくれますし、そもそも読めなくても曲が吹ける工夫もしてあります。全くの初心者でもいきなり曲が吹けるので楽しくてどんどん進んでいけます。しかもこれが一番人気のポイントですが、自宅で好きな時間に好きなだけ上達できるので、あなたのペースで効率よく学べます。想像してみてください。憧れのサックスであなたの好きな曲を自由自在に吹いているご自分の姿を、ご友人やご家族の前でサックスで好きな曲を披露し拍手喝采を浴びている自分ってちょっと素敵だと思いませんか。きっと心の底から震える感動を味わうことでしょう。このチャンスにぜひ憧れのサックスに挑戦してみませんか。詳しくは今すぐウェブで。